2走してみて体の状態面などはいかがでしょうか。調子自体はいいですね。踏んでみた感触はいかがですか。ちょっとバンクが重いんですけど、踏んだ感じも悪くないです。大垣バンクは前回優勝もされておりますがいかがですか。本当は相性いいバンクだなって感じです。明日の戦い方はどうなっていきますか。短期なんで、はい、一人で優勝を目指したいと思います。滝沢選手、短期っていうご自身ではいかがですかね。あんまりないんですけど、苦手っていうほどでもないですね。優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。大垣バンクは前回も決勝に乗っていらっしゃいますが、バンクとの相性などはいかがでしょうか。決勝にも乗れてますし、すごい走りやすいバンクと思います。決勝メンバーで揃いました印象はいかがでしょうか。和歌山の石塚君と兵庫の篠川さんがいてるんですけど、自分は番手で走りたいと思います。石塚選手との連携というのは今までありますか。初めてです。伊藤選手から見た石塚選手の印象はいかがでしょうか。若手ですごい頑張ってるんで、そこはしっかり自分をついていきたいです。前走も1着弱1着と完全優勝となりましたけれども、はい、何か好調の要因とかはありますかね。ちょっとだいぶ落車明けの体が徐々に戻りつつあるから、成績にそれがつながっているのかなって感じはしますね。決勝メンバーで揃いました印象はいかがでしょうか。強い自力がやっぱ上がっているので自分は負けないように頑張りたいと思います。明日どんなレースしていきたいですか。そうですね、自分の後ろに内山さんと高平さんついてくるので、ワンツースリー決まるように頑張りたいと思います。最後に決勝戦に向けての意気込みお願いいたします。はい、明日はしっかり優勝して6連勝できるよう頑張るので応援の方よろしくお願いします。2走してみて体の状態面などはいかがでしょうか。そうですね、足の方は問題ないと思います。決勝メンバーで揃いました印象はいかがでしょうか。僕は中川君に任すだけなんで、精一杯頑張ってもらいたいです。中川選手の印象、初日も連携されてますがいかがですか。そうですね、前回の小倉からも一緒で強いのは分かってるんで安心して任せられます。福岡3人で、ワンツースリー決めれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。決勝メンバーで揃いました印象はいかがでしょうか。そうですね、2分制になるんですけど、しっかり自分の役目果たせれるように頑張ります。中川選手や竹澤選手の印象などはいかがですか。そうですね、縦がすごいある選手たちなんで、そこも考えて走ります。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。はい、近畿の一番前で頑張ります。応援よろしくお願いします。2走走ってみて踏んでみた感触などはいかがですか。それなりには踏めてると思います。決勝メンバーで揃いました印象はいかがでしょうか。みんな強いメンバーだと思います。その位置はどうなってきますか。近畿の3番手で走ります。前に期待したいことはありますか。いつも通りのレースをしてもらえたら自分はついていくだけなので、はい、最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。明日も、3着上に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。準決勝伸びましたね。そうですね、もうがむしゃらに踏んでたら伸びました。状態面などは2走してみていかがでしょうか。ちょっと昨日が失敗したんで、今日ちょっと挽回できてよかったと思います。前に期待したいことありますか。そうですね、2分戦だし、中川君強いんでそこをしっかり3番手でついていけばなんとかなると思います。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。なんとか優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。